はい、ただいまやっていきましょう。道のく人を、道のく人恋物語回花札食編、バーサス三角最高やっていきましょう。はい、はい、まず親を決めるね。で必ず左側が親っぽいです、ね、今までやった中でずっと左側のカード選ぶと親なんだけど、親の方が有利だから、真剣あるから、真剣取れるから。はいはい、勝っちゃう。あーでも何も合わないのかこれ。じゃあいいや、パスを流れとこう。うん、あー引き悪いなこれ。カスをもらって、あんまルール分かってないんでよろしく。てかほぼ分かってない。なんとなく絵柄揃えりゃ、絵柄揃えて役揃えりゃいいんだろうな。出したくないよな、鹿いるもんな、イノシカチを取られるもんな。これは俺が取れるときに出したいから。どっかこっちかな。波長風月とかもあんのかな。風化雪月とかもあんのかな。そういう言葉ってこっから来てるんですかね。てか俺全然揃ってない。やばくね。ボロボキするだろこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、もうカス揃えるしかない、カス揃えるしかない。なんでカスが取れるのかもよく分かってない。え、これ相手が取らなければ真剣で勝ち。俺のバカだー、負けたな。うん、こういう感じなんですよ。あ、フミも取られる。フミで合ってる。フミも取れるのか。7000か。で先に7勝した方が勝ちだね。このゲーム長えな。先に7勝って多い。出せるのなさ、なんかお前仕込んでない。サエコ、サエコ、あのイノシシ取れた。鹿欲しいな。じゃあ、鹿出せるようにしたいんだけど、なんか全然無理だね。アシスト出ないようになってる、もしかして。それだけ？アシスト出ないようになってる、ね、なんかそれだけじゃない。俺の目で見て判断しろって言ってるだけじゃないかな。だってこれいけるよね、これで。そうだよね。あ、アシスト出ないんだ。あ、そういうことか。赤い矢印のアシストあったから、今までサクサクやってくれたけど、そういうの出なくなってるな。そういうことか。じゃあこれで、あ、取れなかった。あ、取った。いやそれはきついな。兄だから今までやってこれたもんな。これ取れる、あ取れるんだ。これイノシカチョウ、チョウがいないけどね。ラッキー。うん、いやこいこいしないでしょ。勝負だ。これはもう勝ちに行こうよ。どうせあと1枚出したところでっていうのもあるし。実力の差だね。全然ルールは分かってないんで、あの分かってる人から見たら、おい、そこじゃねえだろっていうのはあると思って、気にしないで。気にしたら負けだ。そっか、アシストねえのか、本番戦って。それはきついな。本当にルールしないとダメだな。とりあえず取っとくか、これ。取れそうなところは取っときましょう。あんま、揃え方が分かんないから。似たような札を出すと取れる。なんか完全に同じじゃなくてもいいっぽいんで、ちょくちょく。見てる限り。あれだけど、これかな。で、物によっては、役になるやつとカスになるやつと分かれてる。ぽい。あ、偶然取れた。引いたやつが同じでも取れるね。で、どれが同じか。これ同じ？同じか。OK。反転してるようなのもあるからね。取れた、取れた、取れた。で、これ何なの？いつも思うけど、これ自体はカスに当たるんだけど、これ何、どこの部分よっていう気がしてならないんだけど。似たような花だと取れるのかな。こんな気もする。勝負だ。先に勝ったの勝ちなんだけど、フミ関係ないでしょ。優しくしてくれないのね。してくれないよ。最後には優しくできないかな。なんだっけ、 6番目の最後。最後。あ、月は取っとこう。月見はね、結構簡単にね、揃えるんだよ。だからね、相手もね、すぐね、月見を取ってくるの。月を取ろうとしてくるのよ、やたらと早く。なんで、だいぶ取っといた方がいいんだよね。これ、あ、ダメか、重なる。やばい、赤タンが取られるから、これ。赤いのいっぱい取られると赤タンっていうのになるっぽいんで、赤タン取られないようにしたいね。これ、あ、好きな方選べる。じゃあ赤タン取られると嫌なんで、取っとこう。月見はいいんだけど、花を取ると月見になるんだっけ。あ、なんか普通に出しちゃった。あ、取られちゃった。悪いわね。あー、恋恋してこい、逆に。勝負させていただくわ。まあしないよね。選手した方の勝ちだったら別に関係ないもんね。これからだよ、これから。はいはい。結構いい勝負してるな。イノシシが欲しい。イノシシが欲しい。これが蝶、これが蝶らしいです。イノシカ蝶の時の蝶これなんで。イノシカ蝶揃えるんだよな。とりあえずこれとるか。
鹿、あー鹿、イノシシ、イノシシ取られた。これ札って1枚しかないのかな、1枚しかないのかな、それともそうではないのかな。2枚目とか2枚目のイノシシとか出てくるのかな。そこら辺はよく分かってないんだよね。バラはない、バラは俺のとこにあるのか。これで取れるか。はい、取った方がいいっていうよりは今回選手制だったらカス取った方がいいけど、これいける、いけるね。これで相手はイノシカチョウ揃えれなくなったから、俺が1個確保したんで、これ取れるの、取れないか、違う花かよ。とりあえずバラ、まずいかな、カスは取れたか、やばいな、負けてんな。間違って鹿を取りに来たりしない。ダメか。あれ、なんで真剣、あれ親取られたっけ。真剣って親が持ってる方が勝つことじゃないの。マジ違う、最後まで役が揃わないと親勝ちになるのが真剣なのと思ったけど、違うのかな、そういうもんだと思い込んでたけど、相手から、相手からなってくる、相手が親か、相手が親になってる。勝負のためには親入れ替わるのかな、勝った方が親になるとか、そういうこと、恋恋してきたなっていうか、勝てばいいだけなのに恋恋してきた、なんでだ、まあ、CPU がそんなに頭良くないってこと。でもいいじゃん、カスいっぱい揃えればいいじゃないの、これ10カスで、10カスで勝ちに行けばいいの気がするけど、あ、違った、あ、取れたからね。あー、まずいな、恋恋しますわ、恋恋しますわ、オッケー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 、なのかこれ。星型のやつないもんな、鹿はあげたくないな、そうだね、あそこに蝶いるもんね。他の役を知らないからな、何あげてもどうなるか分かんないね。あれは、茶色、どう、これはもう勝負してくるかな、さすがに。恋恋しますわ、恋恋しちゃうの、どんだけ殺す気なの俺を。怖っ、全然揃わない、あと1カス来い、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 あー怖い、1カス来てるわ、1カス来てるわ、でもよかったよかった、逆で勝たれた方が多分海捉えたから、まあ、ドボンないらしいけど、え、てか強くね、え、7戦とかマジで実力ないのこれ、抜けない気がするんだけど、あー突き欲しい、わー取られた、マジか、とりあえずこれ役で早上がりした方がいいのかな、1カス揃える10カス揃えるより、イノシカチョウいけるかこれで、あと鹿が欲しい、これか、あ、全部取った、ラッキー、あ、これ青ターンって3枚だっけ、6か、あ、ここしないで勝負だ、返して今までの。オッケー、これで今日は調子が悪いわ、これは勝率、勝ってる数でいいんだよね、海関係ないよね、関係ないと信じてるけど、あ、やっぱ親変わってんね、俺からになってる、はい、じゃあこれスキーに、あー鹿取られちゃった、じゃあイノシシいらないな、もう、いや、イノシシいらないじゃって、俺が確保しておいた方がいいのか、じゃあこれこっちかな、役があるのをもらっとく、赤ターンいけそうだな、あと1枚ぐらい、赤ターンって赤いのを4つ集めればいいのかな、だとすればこれ赤ターンにならねえ、よくわかんねえな、ないよね、ないよね、あ、でも取れた、そこら辺がよくわかんない、悪いわね、あー悪いね、本当に恋恋しますわ、恋恋勝負させていただくわ、ですよね、強いな、これからだよこれから、 俺がやるゲーム、乙女ゲーとかギャルゲーとか恋物語とかいろいろついてるのにやってること違うんだけど、なんで俺花札やってんの、どういうことだ、なんで恋恋やってんの俺は、もうどうなってんの こいつらどうなってんの、はい、あーって、これ取れる、あ、取れるんだ、よかった、花が同じでも取れるのかな、なんかそんな感じが見える、これもほらいい、悪いわね、早っ、うわ、青タンタン、青タンタン、勝負させていただくわ、やばいな、勝てるかこれ、このパートでもし勝てなかった場合、
次のパートまでに勝った手ですれます。勝っときますそういう感じでやりますけど、とりあえず1回を普通にやらせて、いかに相手がバカみたいに強いかっていうのを見てほしいまあ俺がルール知らないだけで実はそんなに強くないのかもしれないけど、これは蝶で、青花と山、青花はない、しだれはあるよね、これはね、はい、で紫の花が来たけど出せるのなくね、出せるのないな、ああ取れた、これでいいか、はい、出せるのを出していくだけじゃ勝てないから本当は戦略的にやっていくんだろうね。悪いわね。うわーマジか、こっこいしますわ、勝負させていただくわ。なんでよさあ、こう7回勝つって結構きつくね。あなたも所詮、ああ7戦取られた、もう1回いくか、じゃあもう半分くらいだもんね、まだ。すごいな、決まったわね。さあ、あなたはここから人帰ってもらっちゃって、帰ってちょうだい。そう、どうする？ゆうやさん、お待たせー。あ、はいいわね。別れるのよ。ああ、逃げた。おい。お店がすっごく混んでてね。どうかしたんですか？実は、変な女性から、ときこちゃんのことをいろいろと聞かれてね。変な女性？うん、20代前半の、ワンレンの女の人なんだけど。ワンレン？てか、髪の毛が青いっていう、水色っていう方がいいんじゃないか、君。誰なの？彼女の知り合いじゃないみたいだな。これ以上、彼女を不安がらせることもないな。話題を変えよう。人違いだよ、きっと。いや、名前言ってたし。うん。さて、あ、いいね。この感じ好き。さて、お姫様。次の場所へ参りましょうか。俺、割とこういうこと言うからな、俺。実際。もう、車のドア開けるときとか言ったりするからな。うん、ちや、あー、いいなー、この鳥好き。うん、ちや、苦しゅうないぞ。一体、ジーやないだろう。ほらほら、ジー、置いていくぞよ。そうよ。チェ、よかった。気にしてないよな。ああ、いいね。写真撮ったら写るんじゃない？最後この状況で撮るの。あ、ダメ？影に最後がいる写真とか撮れたりしない？宿へ！同じ宿に泊まるのか？マジ？てか、トキコちゃん自分の宿撮ってなかったの？さあ、着いたよ。ここが今日の宿さ。温泉なの？あ、うん。海湯でいい？夏湯温泉と書いて下湯温泉って読むんだ。へえ。渡辺網に腕を切られた鬼がここの温泉で切られた腕を治療したっていう伝説がある。伝説に詳しすぎだよ俺伝説ってああしか答えなくていいと思うんだけど、由緒正しい温泉さ。この辺は本当に平安時代の伝説が多いんですね。さてチェックインしようか。まあ、トキコちゃんぐらい大きくなってれば、まあ、怪しまれないか。二人でチェックインしても。俺か。あ、ゆうやか。とっくにしよっと。どうしたの？立ってないで座ったら。はい。でも、お部屋、一つなんですか？うん。急な変更だったんで、部屋が一つしか空いてなかったんだ。俺と同室だけどさ、我慢してよ。変なことはしないからさ、ほんとか。でしたら私、車の中で結構ですから、警戒されてるけど正しい気がする。正しいよな、これ。俺は正しい気がするな、トキコちゃんが。さすがに俺が無神経すぎる気もするけどな。だって今日会ったばっかりの子だね。そしてテレビが、なんかどぶといブラウン管なのがすごい懐かしさを感じる。バカなこと言うなよ。いくらトキちゃんが東北育ちでも、秋の山の中で車に寝たら風邪ひいちゃうだろ。じゃあお前が寝ろよ。あ、でも、ゆうやさんにもご迷惑だし、いや、これ気づいてないの、ゆうや。もともと、私のわがままで連れてきてもらったんですから。そんなことないって。よし、じゃあ、花札で勝負しよう。それでもって、もし俺が勝ったら、君はここで寝るもの。もし俺が負けたら、なんとかするよ、それで。いやー、負ける気がする。はい、すいません。マジ、セーブさせてよ。セーブさせてよ、これ。とっくちゃんと寝たい。寝たいなー。勝つか。よし、勝とう。本気で勝とう。親をまず取る。なんでや。私が親ですね。はい。どうぞ、お母さん。よし、本気でやろう。トキコちゃんと出たい。温泉に入りたい。廃棄温泉じゃね？違う。ちょっと時間かかるかもしれないけど、本気。ありがとう。こういうの出るんですよ。ありがとう。イノシカちゃんも。
これ何？砂金選手とかどういうルール？ルールがよく分かってないです。分かってないです。超も何もないね。じゃあ参考聞いとくか。このおじさんなんか参考に関わるらしいんで、粒もそうだね。これない？これ鳥なのかな？取ってみよう。はい、役があるやつを取れると。で、いっぱい出たね。オッケーで、月見、オッケー！月見揃ったんじゃない？これで。ラッキー！オッケー！でね、トキカちゃんはね、クソ強いんで、こういうふうにしません。もう、じわじわ追い詰めていった方がまだいい勝負できる。欲張るとね、逆転殺しされることが多かった。さあ、6000でいいのかな？いつもやってる戦いでいい。これかな。おう、鹿取れたね。あー、イノシシ欲しいな。イノシシこれか。はい、あと蝶だけだな。ラッキー。あー、もう揃った。わーい。はい、しない勝負だ。よしよしよし、かなり調子いいぞ。オッケーオッケー。ね、今度は目をつぶってやってみない？って言ってくれるんだね。目つぶったらできないと思うんですけど。読み上げるものでもないしな。これはこれかな。鳥が取れたか。イノシシがいるな。月見花見。月見か。月が来たらこれ取るんだよ。月のトキカちゃんね、月をチャージしてる時があるからな。ラッキー。オッケー。これはね、どんどんね、勝負。勝負だ。していこう。オッケー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 。あ、順調。わーい、順調。実力の差だね。うん、すごい順調です。だいたい最初のね、2、3、ね、やつを全部ボロ負けさせられて泣きながら家に帰るっていう展開が多いんだけど。あ、わーい、犬しかちょ、あとチョウだけだ。チョウどこ？わー、チョウ、わー、チョウ俺持ってるし、チョウって言っちゃった。はい、オッケー。わーい、ケンタ、すげえ。なんか引きがいいぞ、すげえ。勝負だ。オッケー。だいたいいつもね、逆なんで。今度は目をつぶってトキコちゃんがこれぐらいの速度で俺を殺しに来るから、いつも。引きがいいな、今回。やった、これはお風呂イベント見えるか。別にお風呂イベントとは言ってないけど。これだね。オッケーオッケー。あー、月見取られた。きついな。月見返してほしいな。あー、綺麗だね。もう山いいか。じゃあ、月取られたなら山いいな。オッケー。取れるのがない。じゃあ、バラ出しとくか。多分こう覚えなきゃいけないんだよね。絵札のところに何がついてる。あ、恋恋してきた。まだ俺を苦しめれると判断してきた。やった。あ、まだ苦しめれる。まだ苦しめる。まだ苦しめる。勝負。あ、苦しめるね。はい。多分どこの絵だったら何が取れるかっていう。これからだよ、これから。ボコボコにされたなっていうのを覚えとかなきゃいけないんだよね。これでラスト。勝負のルール見とけよな、ちゃんと。出せるのこれか。はい。あ、なんか今選べた。選べた。適当に選べた。まあいいか。はい。蝶は取っときたいかな。鹿がいるし、イノシシ取れれば大きいんだけど、山あげれる。よし、イノシシ取れた。あと蝶だけだ。そうだ、鹿だけだ。ただ鹿を出すと取られる場合があるから、これ出して、ローズに、これがローズ出せるようにしとく。オッケーオッケー、ローズ。よっしゃ。オッケー。だが銃取りたいんだよな。こいこいするか。こいこい。花見揃えられそうで嫌だけどな。はい、できましたね。よく出すとこうなるの。こいこいしま、こうなるんですよ。はい、気をつけてみんな。よく出しちゃダメっていう、そういう結果です。まあいけ、1だけど勝ちだし。負けちゃいました。今回ね、撮影権利関係ないよね。撮影権利も増えてほしいんだけど。あれ、増えた、増えたな。撮影権利も増えた。やった。はい、俺の勝ち、俺の勝ち。君はここで寝ること、いいね。俺の隣で、俺の布団の中で寝ること、いいね。はい。犯罪しますな。力ずくで黙らせたかも。はあ、さて、そろそろ寝るかな。もう寝ようか、トキコちゃん。ん？トキコちゃん。どうした？あ、怯えられてる。めっちゃ怯えられてる。めっちゃ逃げられてる。トキコちゃん。びくって。あ、はい、何ですか。なんかすごい緊張させてるな。そうだね、ほぐしていかなきゃ。ほぐしていかなきゃ。マッサージからかな。 肩マッサージからかな。どうしたらいいかな。どうしますか。一緒の部屋に寝る。トキコに部屋を渡す。これバッドエンドくさいな、上選ぶと。
選びてえな、これ。全部できないの、ここで。あ、できないな。どうしたどうしたなんで帰るのなんで権利だけ帰るの権利としてどうしたのこれ。権利だけ帰るな。これは聞かないか。あれ、うん、あ、偶然押しちゃった。わー、間違えちゃった。仕方ない、間違えちゃったな。ドキコちゃん、もう寝ようよ。明日もあるからさ。ゆうやさん、先に寝てください。私、その、温泉に入ってきますから。じゃあ俺も温泉に行こうかな。あ、トキコちゃん。いや、バッドエンドだってくせえな。まだ警戒してるのかな。勝った上で、勝者になった上で、力を見せつけて屈服させた上で、じゃあ俺は車へ出るよっていうのが正しかったかな。めっちゃ悩んでる。遅いな、トキコちゃん。怖いな、こいつ待ってんだもんな。ああ、もう眠くなってき。そんなに伸びたかい。気失ったレベル、これ、あゆみちゃんに睡眠薬入れたときと同じ感じなんだけど、大丈夫かこれ。トキコちゃんになんか睡眠薬入れたかい。大丈夫、致死量の睡眠薬入れたけど。ザー、ビビビビビ、プチュプチュ。どうしたさん、ゆうやさん。ああ。トキちゃんも着替えも行った。俺が起きる前に着替えまでちゃんと行って、寝巻きから着替えて。万全の準備してから、防御体制整えてから起こしてる。ゆうやさん、起きてください。朝ですよ。ああ、おはよう。おはようございます。ゆうやさん、熟睡してましたよ。私が帰ってきた時には、もう寝てたのに。わあ、わあ、わあ、ちょっとや、ほんと？ああ、なんかまだ目が開かないや。そうですよね。私が瞬間接着剤で目をくっつけて、まぶたをくっつけておきましたものって言った。それやられた場合って人間どうなんの？どうすりゃいいの？まぶたの瞬間接着剤で両方ともくっつけられたらもう終わりじゃない？まぶた取らなきゃ終わりじゃない？そうだ、お風呂に行ってきたらどうですか？すごく気持ちがいいですよ、僕のお風呂。ああ。そう言って俺が行った隙に財布を盗んで車のキー持っていなくなる気だな、トキコ。その手には乗らねえぞ、一緒に行こうぜ。お風呂か、どうしようかな。どうしますか？露天風呂に入るします、入ろう。シャー一発入ってくるから。トキコちゃんも一緒に行く？バーカ。今の会社はいいな、バーカって言われるくらいがいいな。じゃあ、おー、露天風呂はこの下か。渓流沿いの露天風呂なんてかっちょいい。かっちょいいはどうかな。ふぃー、極楽極楽、これ気持ちいいや。もしかして昨日悪さしなかったらトキコちゃんと一緒に入れた、そ可能性ある。もしかして背中流しますよみたいな。あった、くそー。川のせせらぎを聞き、谷川を渡る風を感じ、ゆっくりと温泉に浸かって体の芯から温まる。これぞ旅の醍醐味ってね。風来機発売中。旅を したいなら風来機を買いなさい。気持ちいいな、気持ちいいけど、なんか心に重りがあるんだよな。やっぱり有名なことが気にかかってるせいかな。旅のおじさん、旅、違う人かい。ああ、いいところだね。いらねえ、いらねえ。お兄さん、ちょっと失礼しますよ。フライキでもあった。あ、どうぞ。いや、気持ちいいね。お兄さんはどっから来たすったね。東京です。そうですか、東京ですか。私の息子、東京寄るんですわ。東京には一人で来たんですかよ。はい、その途中で連れができまして、今二人で旅行先で知り合われたんですか。そりゃあの人もにゃんに来ないかんつった。そう言ってしまいには大事にした方がいいですよ。お前だって人生の宝となることがありますからね。 はい、それがどうなさったかね。実は昨夜。なるほどね。まあここで出会ったのも何かの縁だし、年寄りのたクリ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 エンクリエンクリエンクリエン操り言葉。いや、なんかちょっと怪しさあるな、操り言葉。催眠術感があるな。催眠感があるぞ、操り言葉として言わせてもらえば、お兄さんは何か覚えついてることがあるんじゃなかろうか。お兄さん、お前さんの怪しぶりを聞いてると、初対面の人と同室になった女の子、気持ちがわからんような男には見えんがの。となれば心に気にかかることがあって、その子のことを思いやる余裕がなかったんじゃないかな。まあそれはお前さんのせいじゃないのはわかるが、男なら余裕を持つことじゃよ。わしのようにさすれば彼女とも仲もうまくいくじゃろうし、いや
ボタン押し間違えちゃっただけなんですよ。ボタンかけ間違えちゃっただけなんですよ。トキコちゃんが左上にいるトキコちゃんが動かしたくなるよ、ちょいちょい。お前さんの、お前さんの気にかかっていることも、余裕のない状態ではうまくいかんと、わしは思うので。そうか。今度のコンテストがラストチャンスだと焦るばかりに、そんなこともわからなかったんで。ざわーありが、あ、違う。ありがとう。おじさん、ありがとう。俺、彼女に謝ってくるよ。土下座して一緒にお風呂に入ってくれるように頼んでくるよ。そうかい。頑張ってな。わしもこの風呂で待ってるぞ。彼女が来るの。しかし、旅のおじさんの心ゼリュー。旅先で女の子と知り合って、一緒に旅ができるとは、羨ましいな。本音だな。そうだよね。この展開、憧れるけど現実には起こり得ない展開だと思うんだけどな。あ、ゆうやさん。トキコちゃん、どうしたの？どうしたのってお前が来るの？遅いから見に来たの、お風呂まで。あ、うん、脱衣所まで来たんだな。トキコちゃん、岐阜弁はごめんね。え？トキコちゃんが不安に思っているのに気づかなくて、あんな筆でボロボロにしちゃってさ。うん、私の方こそ、ゆうやさんは優しい人だって分かってるのに、わがまま言っちゃって。でも、もう大丈夫だから安心して。私の様子が変だから、ゆうやさん、心配してこうして話してくれたんでしょ。今はもう本当に信頼できる人だって分かったから、じゃあ一緒にお風呂行こうか、おじいちゃん待ってるし。そんな、俺の方こそ、ありがとう。私からもありがとう。さあ、今日も撮影するんでしょ。急いで行かなきゃ。よし、行こうか。今日の撮影場所は混浴だぞ。ダメかな。ダメ、あれ？あー、プップー。遠野です。次、遠野です。うわーな、この数しゃっくれてきた。何この数。え、回りきれないよ、こんなの。どんだけ俺に花札しろって言ってる。さあ、着いたよ。民話のふるさと、遠野へようこそ。私、ずっと遠野に来たかったんですよ、遠野で会ってる。これで一つの夢は叶ったわ。ありがとう、ゆうやさん。お、ゲームオーバーだな、見えた。オーバーだな。さて、どうしようか。そうですね。あ、ねえねえ、あそこに何かありますよ。本当だ、なんだろう、あの花札したいくらい、ここで切りたい。ありがとう、ありがとう。勝負しときたかったんだよ。私、一位来たから。はい、じゃあ。ギリギリだね。ありがとうございました。